それではファンの皆様、お待たせいたしました。ただいまより第15回霧島賞競争の表彰式を行います。まず優勝馬の馬主に対し、日本中央競馬会理事長土川健司様より目録が授与されます。馬主西村慎一郎様、次に優勝馬の馬主に対し、九州農政局長吉村薫様より賞品が授与されます。馬主西村慎一郎様、次に優勝馬の馬主に対し、九州競芝協会会長柏木勉様より賞品が授与されます。馬主西村慎一郎様、次に優勝馬の生産者に対し、鹿児島県知事伊藤雄一郎様より賞品が授与されます。生産者釘田義美様、続きまして優勝馬の馬主および騎手に対し、荒尾競馬組合管理者前畑淳二荒尾市長より賞品が授与されます。馬主西村慎一郎様、騎手川田優雅様、さあ、それでは引き続きましてファンの皆様にプレゼントがございます。これからボールを投入いたしますので、そのボールは1階中央総合案内所にてプレゼントと引き換えをお願いしたいと思います。なお引き換えは本日1日限りとなっておりますので、どうぞ皆様お早めのご交換をお願いしたいと思います。それでは関係者の皆様お願いいたします。メモリアルイヤーの関係者の皆様にもう一度大きな拍手をお願いいたします。これをもちまして第15回霧島賞競争の表彰式を終了いたします。それでは少しここで川田騎手にこれからインタビューを行いたいというふうに思います。まずはおめでとうございます。はい、ありがとうございます。まずこの馬初騎乗だったと思うんですけれども、どういうところをこう注意されて騎乗になられましたか？この馬も荒尾も初めてだったので、初物尽くしだったので、いろいろと馬のこと馬場のこと気にしながら、はい、乗りました。まあ、本当に前走重賞を使っていいところまで来てますから、かなり気使ったと思うんですけれども、そのあたりどうでしたか？スピード豊かな馬なんですけど、戦にばっかり走っていたので、今回戦後ということでね、ちょっと距離が長かったので、その辺に飛ばしすぎないだけ気をつけて、はい。そのあたり道中手応え的にはどうでしたか？そうですね、荒尾の騎手の方々にね、馬場の話を聞いて、うちが軽いと嘘を教えていただいたので冗談でね教えていただいたので、あとはもう馬場開けながら追走しながら、途中はリズムよく運べていたと思います。はい。まあ、川田騎手も佐賀県出身ということで、この荒尾競馬場も近いんですけれども、この荒尾競馬場の印象いかがですか？そうですね、本当僕佐賀競馬場で生まれ育ちまして、荒尾にも何度か、来る機会がありましたし、競馬には今回初めて来ましたけど、同じ九州としてね、とても馴染みのある競馬場だと僕も、思っていたので、初めて乗りに来て、すぐ勝つことができて、嬉しく思っています。それでは最後に荒尾のファンの皆様に一言お願いします。はい、暑い中、ジョッキーも馬もね一生懸命頑張ってますんで、荒尾競馬をまた楽しんでいただいて、また佐賀も楽しんでいただいて、九州競馬を盛り上げてもらえればなと思いますので、競馬をより一層楽しんでもらえたらなと思います。おめでとうございました。はい、ありがとうございました。
見事優勝しました川田優雅騎手でした。ありがとうございました。皆様もありがとうございました。また最終レースもございますので、どうぞ皆様最後までお楽しみいただきください。ありがとうございました。